ウィズイブイチューブ。ライスちゃん、しっかり休めたかしら？うん、たっぷり寝て元気になったぞ。それは良かったですわ。リヒトちゃんはそのか休むには休んだんだけど、大方ぶっ続けで動画でも見ていたのだろう。まったく困ったやつだな。寝ている人のお腹に足を乗っけてくる悪魔がいなければもうちょっとは休めたんだけどね。まさか我の寝相が悪いとでも言うのか？ほら、私は悪魔としか言ってないわよ。そうであるな。まったくひどい悪魔もいたものなのだ。悪魔ってバイスの VTuber のキャラよね。悪魔がバイスで天使はリヒトだったはず。見た目はともかく中身は逆ね。皆様、あ、フェアちゃん、休息が取れましたか？あまりおもてなしもできていませんが。心配しないで、バッチリ休んだから。元気もりもり100メガショックだよ。100メガって少なすぎじゃない？それでは次の国についてですが、これは通信？あ、ノルちゃんからだよ。ミラさん、聞こえますか？ミラさん、ノルちゃん、どうしたの？配信はまだもうちょっと先だよ。大変なんです。どうしよう、どうしよう。何が大変なの？空から隕石が降ってきてるんです。ぐんぐん近づいてきていて、もうダメです。もうダメ。じゃないわね。みんなが心配だよ。急いで行かなくちゃ。待ってください。私も行きます。わかったけど、危ないから私たちから離れちゃダメだからね。ガンガン進むよ。不思議な世界に飛ばされたり、いっぱい食べたり。あんなにいっぱい食べたのは初めてだったわ。皆さんもこれまで大変でしたね。私たちもできる限り頑張るわ。よろしく。今更だけど、この衣装、動きやすくていい感じ。この世界に適応するためにフェアがくれたものだけど、このおかげで不自由なく戦えているみたい。これがなかったら今までのアンチたちとも渡り合えたかどうかわからないもの。
活動を始めて少し経ったけど、着実にファンが増えてきて嬉しいわ。元の世界でもファンの人がちゃんとついてきてくれるか不安だし、実際まだまだこれからだから。気を抜ける状況じゃないんだけど、実はちょっとホッとしてる。この世界に来てから驚きの連続ですわ。やはり異世界、想像のつかない出来事が待ち受けていますわね。次は何が待っているのか気になってきますわ。次も気を引き締めていきましょう。そうだ、今のうちに言っておくのだ。その、助けに来てくれて感謝するのだ。それと、なるべくゲロイほしいのだ。頼む、彼の威厳が保てぬ。はじめましてマスター。電子妖精第三世代モデル現代スタンダードの光谷加賀谷です。ただいま猫をかぶって自己紹介中。ガンガン進めよ。私にお話預かればいいんです。
愛してもらえるなんて僕もう死んでもいらず。いや、無事で安心したんだから死ぬなよ。私に任せて。ここら辺に全力で盛り上げますよ。総攻撃開始ね。すべての力で。クライナー。はい。さすが主人公の私だね。所属のエリートミク、さくらみくです。好きなものは、たい焼きと美少女ゲーム。毎日楽しく放送してるので遊びに来てね。将来の夢は、憧れの先輩みたいに、立派なエリートアイドルになることです。それじゃ、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。セキュリティシステム起動。ゲーム開始。配信開始だよ。絶対打ち。スイート。ケイ。誰かの声に応えるの？まだまだ。まだまだ。ケイ。はい。バイブス上げてこ。ケイ。はやはや。バーチャルドールの届きゆかです。ところでゲームに夢中でご飯やお風呂を忘れていないですか？僕ちゃんと見てますよ。人間さんは人形と違って水くらいが必要なんですからね。そうだ、どうせだしこのロード中に暇なんですから一緒に体操しましょう。ほら立て立って、一緒に僕の動きを真似してください。1、2、3、4、おっと。私のファンだったのね。ちょっと撃つよ。ヘイレイ、うぎゃぎゃぎゃ。ヘイだね。狙い撃ち、うぎゃぎゃぎゃ。次行くよ。次、うぎゃぎゃぎゃ。
集まり。よし、いいわ。いい判断ね。心を合わせて。心を合わせて。狙い撃ち。ガンガン撃つよ。ヘイヘイ。聞こえてる？電子妖精プロジェクト現代ミリタリートリプル X キツネビークロノだよ。よろしく。部外者が運営に口を出さないでもらおう。配信開始だよ。やりゃりゃりゃ。狙い撃ち。ガンガン撃つよ。ガンガン撃つよ。これにしましょう。ジャンプ撃つよ。
ゲーム部プロジェクトの夢咲楓です。今日も VVV2 のプレイしてくれてありがとう。ゲームはすっごく楽しいんだけど、ロード時間はやっぱり退屈しちゃう時もありますよね。でもロード時間が退屈しないよう、私たち VTuber がロード画面にお邪魔しています。それでも退屈っていう人はゲーム部プロジェクトの動画も見つつ、ロードが完了するのを待っていてくださいね。サポートが必要ならすぐね。これすっごく強いね。これにしましょう。これすっごくゲームのキャラクターになるじゃない。来たねー。せーやったね。ミュージックカノン。心が満たされていく。幕開けよ。すべての力で。ゲーム部プロジェクトの夢咲楓です。今日もブースト、カンガルーのように。皆さん、だっこー。つーちゃんの本職はバーチャルレポーターであります。なのでもちサポートが必要ならいくね。スタート。これすっごくゲームのキャラっぽい。これかな。これにしない。ブースト、
実は私のファンだったり。じゃんじゃん撃つよ、絶対撃ち。じゃんじゃん撃つよ、ヘイレイ。絶対撃ち。じゃんじゃん撃つよ、ヘイヘイレイ。いいですわ。スイーッだね。じゃんじゃん撃つよ、かぶっていくわ。さあ、総攻撃ですわ。終わり。くらえな。はい。メガネの力。終わり。イベントが大好きなんだ。これからも探索するよ。これね。うそだ、サボってないですよ。今もこうして必死に。これかな。戦争。うひゃひゃひゃ。
幕開けよ。これね。スイーッと。ちゃんと打つよ。スイーッと。やややや。やややや。狙い撃ち。
ージ全開狙い撃ち、ガンガン撃つよ、狙い撃ち、オッケー、アクセル全開、電動、よいしょ、student チョコチョコのように、ショースタート、これね、ブースト、アンチに行け、いやー精が出ますね、精が出ますね、ほっ、二台に集まったよ、狙い撃ち、ちょっと撃つよ、ヘイヘイ、ちょっと撃つよ、ヘイ、ちょっと撃つよ、ヘイ、ちょっと撃つよ、ヘイヘイ、撃つよ、精が出ますね、はいはい、ゲーム部のアイドル、桜木ミリアだよ。かわいい女の子が出てきてびっくりし、へぇ、ここがクラウドか、か、仮面がいっぱい、すごい、これ全部モニターなんだ、解像度高、発色もいい、急によく喋るようになったわね、あ、ごめんなさい、キリはね、機械とか大好きなんよ、で、テンション上がっちゃうと性格変わるし、ま、あっちのキリが出てこないうちはまだマシだから気にしないで、あっち？マウリ、キリ、あんまり変なところ触らないようにしてくださいね、ヘイヘイ、もうしない、さて、これでようやく話が進められます、次に皆様に向かっていただきたいのはノベリアという国です、ほんと、いろんな場所が一斉に侵略されちゃってるのね、一気に殲滅できないのかしら、それができないから私たちが呼ばれたわけですし、これまでみたいに一気にボスをやっつければステージクリアだよ、簡単簡単、おかげさまで感動エネルギーは順調に集まっています、それは良かったわ、惑星はひとまず大丈夫、この調子で私たちに任せちゃってね、おー、すごいね、手慣れてんじゃん、まあ私たちもプロの救世主だからね、よかった、アーシュが言うのもなんだけど、
これならうちらがいなくても大丈夫っぽいね。じゃあ、アースたちはスコッチのところで世話になってるから会いに来てね。陰ながら応援してるから。うん、任せて。また会いに行きますわ。それじゃあ私たちはノベリアに行ってくるね。負けないよ。ねえねえ、バイスとリヒトはさ、私たちと会うまでずっとクックニエにいたの？いいえ、最初は別の国にいたのよ。あれは本当に辛かった。我らが最初にいた国フェストニアは転送された時にはすでに崩壊していたのだ。いきなりコンテンツのオワコン化というものを見ることになったわ。そうだったの。それは大変だったわね。何が大変だったって、お金も食料もないことだったのだ。右も左もわからぬ場所でそんな状態だぞ。なかと思ったのだ。国民の皆さんも食べ物がなくてすごい難民の数だったわね。よくそんなところから立て直したわね、二人とも。そこは悪魔的な頭脳を持つ我である。食料がある国の情報を察知し、すぐさま移動したのだ。要は食料を求めてクックニアに流れる難民と一緒に私たちも移動しただけなのだけどね。難民を装えばお金はなくとも食事にありつける。我の作戦は完璧だったわけだ。私たちも実際に難民だったんだけどね。リヒトよ、もう少し我に合わせるのだ。ぴったり合わせてるわよ。バイスのイキリ発言、全部殺されてるけどね。イキってなどおらぬわ。それで、なんでグルメ番組みたいなのやってたの？それはだな、ご飯を食べさせてもらった以上、何か恩返しをすべきだと思ってな。私たち VTuber じゃない？配信で何かできないかなって考えたの。それで食レポ配信してたんだね。うむ、我らがやればきっと盛り上がると思ってな。あのクックニアの状況を見る限り、いい案だったと思いますわ。それにあのグルメ配信のおかげで私たちはバイスとリヒトのことを知れたしね。我の作戦はまさに一石二鳥だったわけだな。でもあの食レポはもうちょっと頑張った方がいい。リヒト、そうな、最初からうまくできる人なんていないわ。次頑張ればいいじゃない。これからもやるんだ。確かに食レポやってる VTuber ってそんなに聞かないからいいかもね。でももう大食いはこりごりなのだ。そうね、大変だったものね。ほんとあの時バイスちゃんは頑張ったわ。私はちゃんと見てたんだから。